Sì, tocco to sereno minani utte. Amen. Su Jesus Cristo nome gumi camino ai, sereno mangiuare ya minasan to tomoni. Kyo no misano ikko wa, sensu kiten sareta ko Otsuki Mitsuyo sama, tanomareta kata wa, Otsuki Yuriko san no ikko desu. Kono misa o sasagimasu. Mina san sinse na matsuriyo iwa o mai ni watashi tachi no kashita tsumi o mitomimasyo. Kami yo tsumi bukai watashi tachi yo awaremi, itsukushimi yo shimeshi,救いをお与えください。全能の神が私たちを憐れみ、罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。祈りましょう。全能の神よ、弱さのうちに倒れてしまう私たちを顧み、一人子の柔軟の力によって強め、立ち上がらせてください。聖霊の交わりの中に、あなたと共に悠々に生き、支配しておられる御子私たちの主、イエス・キリストによって。アーメン。イサヤの預言。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び、喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなってゆく灯芯を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも、傷つき果てることもない。この地に裁きを置く時までは、島々は彼の教えを待ち望む。主である神はこう言われる。神は天を創造して、これを広げ、地とそこに生ずるものを繰り広げ、その上に住む人々に息を与え、そこを歩く者に霊を与えられる。主である私は恵みを持ってあなたを呼び、あなたの手を取った。民の契約、諸国の光として、あなたを力づくり、あなたを立てた。見ることのできない目を開き、囚われ人をその枷から、闇に住む人をその牢獄から救い出すために。神の言葉。私の命の砦。
主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。主に栄光。主ぎこし祭の6日前に、イエスはベタニアに行かれた。そこには、イエスが死者の中からよみがえらせたラサロがいた。イエスのために、そこで夕食が用意され、マルタは給仕をしていた。ラサロはイエスと共に食事の席に着いた人々の中にいた。その時、マリアが純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ持ってきて、イエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。弟子の一人で、後にイエスを裏切るイスカリオテのユダが言った。なぜこの香油を300デナリオで売って、貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは、貧しい人々のことを心にかけていたからではない。彼は盗人であって、金入れを預かっていながら、その中身をごまかしていたからである。イエスは言われた。この人のするままにさせておきなさい。私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。イエスがそこにおられるのを知って、ユダヤ人の大群衆がやってきた。それはイエスだけが目当てではなく、イエスが死者の中からよみがえらせたラサロを見るためでもあった。祭司長たちはラサロも殺そうと図った。多くのユダヤ人がラサロのことで離れていって、イエスを信じるようになったからである。キリストに賛美。今日は中断の決意曜日に、福音書と第一朗読のイサヤ預言者からのことを少し規約になった場面があります。イサヤ預言者のところで、昨日の枝の数日の第一朗読、同じ場面です。
このイエス様がしもべとして自分の体をこの人に任せていろいろひどくやられたことは今日のイサヤ預言者のことを語られた。でもこの福音書のところでイエス様言われたことは、ベタニアの家族で特にマルタの行為はイエス様の足にその高い油に濡れて自分の髪も使ってイエス様がそのことは受け入れたことは、イエス様が言われたことは、この人のするままにさせておきなさい、私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。このイエス様の体はもちろん人間として私たちも同じように大切にすること、病気になる時は私たちはできるだけその健康戻るように頑張っていきます。イエス様も自分の体は大切にされている、このマルタは受け入れて、このはこの葬りの時もイエス様が十字架から降ろされて何人かの弟子たちは世話して葬られた。そういう場面で私たちはこの聖書館の中で黙想しています。人間は生きるうちに体を大切にすることは当たり前のことです。亡くなってからもその遺体を大切にすることももっと重要なことではないでしょうか。キリスト教であり、また普通の人間だったらその遺体を対していろんなやり方があるけれども、尊敬すること、それは最後まで葬られることとか、また火葬場に連れて行くとか、残すまでも私たちはこの日本でいつもお祈りすることです。今日私たち一人一人の体大切にすること、きちんと私は毎日の生活、この自分の体をいつも世話すること、ほどほどやっていること、特にこの四旬節にあたりいろんなことを断って、また祈り通して私たちはイエス様と共にこの聖週間を過ごしたいと思います。今日のミサで、大月光代様、これは大月百合子さんのおばあ様の方、お祈りを捧げて、皆さんも一人一人自分の願いを合わせてこのミサを捧げましょう。アーメン。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。恵み豊かな神よ、ここに行う神秘を、慈しみを持って帰り見てください。死の定めから解放するあなたの力によって、私たちが永遠に生きることができますように。
私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。主は皆さんと共に。心込めて神を仰ぎ、聖なる父、全の永遠の神、主キリストによっていつもあなたをたたえ、感謝の祈りを捧げます。罪のないキリストは苦しみを担い、罪人に代わって裁きを受けてくださいました。キリストの死は罪を清め、その復活は私たちに救いをもたらしました。天も地もすべての天使と共にキリストをたたえ、絶え間なく捧げます。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の神なる主、主の栄光は天使に満つ、大の糸高きところにホサンナ。ほむべきかな、主の名によりてきたるもの、天の糸高きところにホサンナ。まことに尊くすべての聖世の源である父よ、今聖霊によってこの供え物を尊いものにしてください。私たちのために主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで殿に向かう前にパンを取り、感謝を捧げ、割って弟子に与えて仰せになりました。みなこれを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。食事の終わりに同じように杯を取り、感謝を捧げ弟子に与えて仰せになりました。みなこれを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘。主の死を仰ぎ、復活をたたえ、告げ知らせよ、主が来られるまで。私たちは今主イエスの死と復活の記念を行い、ここであなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こし、私たちの教皇フランシスコ、私たちの司教トマサクイナス・マイダ・マンヨとパウロ・サカイ・トシヒロ、すべての教育者をはじめ、全教会を愛の完成に導いてください。この世からあなたのもとにお召しになった大月道を心に留めてください。洗礼によってキリストの死に結ばれたものが、その復活にも結ばれることができますように。また復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟とすべての死者を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。なお私たちを憐れみ、神の母乙女マリア、聖ヨセフとしとすべての時代の聖人と共に永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、聖霊の交わりの中に、全能の神父であるあなたに、すべての誉れと栄光は永遠に至るまで。アーメン。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように。御国が来ますように。御心が天に行われる通り、地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、現代に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられ、罪から解放されて、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望を救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は限りなくあなたのもの。
主イエスクリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和をあなた方に残す。私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に。神の子羊、世の罪を除けたも主よ、我らを憐れみたまえ。神の子羊、世の罪を除けたも主よ、我らを憐れみたまえ。神の子羊、世の罪を除けたも主よ、我らに平安を与えたまえ。神の子羊の食卓に招かれた者は幸い。主よ、あなたは神の子キリスト、永遠の命の糧。あなたを置いて誰のところに行きましょう。命の源である神よ、あなたの民を訪れ、尊い責任によって、強められた心を、
変わらぬ愛を持ってお助けください。救いの糧を受けた民が、恵みのうちに守られますように、私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。マリア様、取り付けによって、子、大月道夫様、90歳でした。また、ご家族のために、マリア様、取り付けによって祈ります。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。皆さん一人一人、このミサに共に祈ってくださってありがとうございます。主は皆さんと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が、皆さんの上に豊かにありますように、感謝の祭儀を終わります。行きましょう、主の平和のうちに。神に感謝。